夕張出身の関仁さん71歳、人呼んで北のギタリスト。その腕前はあのミュージシャンも認めるところ。素晴らしいミュージシャンなので、本当によくぞね、こういう番組を作っていただいてありがとうございますって、これが言うのも変ですけど。そうです。好きなギターの道をまっすぐに歩んできた。若い頃はやっぱり有名になりたい、売れたいとかだけど、やっぱり基本的に僕はギターが好きで音楽が好きなんで、やっぱり最終的にはそこかな。特別有名なわけじゃない、好きが全ての原動力だ。職業ギタリストにして、趣味もギター。シンプルでじんわり深い71年の物語。楽しい感じの曲ですね。ありがとうございます。モチーフはあるんですか？はい、これはあの友人の安倍さんの犬の歌です。はい、それで最初ワオ。あ、そうです。それで入れました。はい、曲名も安倍ズって入ってましたもんね。そうですね。安倍さんの、はい、そうだったんですね。はい、このように関さんはですね、はい、北海道の自然や身近なものをテーマに曲作りをされているんですよね。あ、はい。まあいろんな曲も作るんですけど、割とそっちが多いですね。いや、すごいワクワクしましたね、オープニングから。本当ですね、楽しい音楽で。はい、はい、今回のゲスト、関仁さんのですね、71年の足跡を振り返っていきます。はい、こちらです。1950年に夕張で生まれます。そして18歳で大学入学とともに札幌へ。そして32歳の時、バンドベイカーショップブギのリードギターとしてメジャーデビューを果たします。これはもうある程度の年齢の方はもう札幌北海道でベイカーと言ったら分かる方多いんじゃないかなと思いますね。はい、はい、さあ、そしてですね、その後ソロギタリストとしてデビューを目指し、家族と離れ40歳で覚悟の上京。しかし4年後に北海道に戻ってきました。あのこちらの方にご家族の写真、40歳の頃のありますけども、はい、その4年後にまた戻っていらっしゃったと。そうですね。これは何か理由というか、どういう経緯で？あの東京であのデビューの話、はい、レコード会社であったんですけど、それがダメで、その後はちょっと音楽活動、僕の仲間がいっぱいいたんで、はい、そのでいろんな活動をしてたんですけど、うん、やっぱりちょっと東京は住みにくくて北海道が懐かしくて、まあ、家族もいますからね。まあ、寂しかったのもあるでしょうね。もちろんです。はい、それで戻りました。はい、そして関さんが上京していた時期に知り合ったミュージシャンの一人が斎藤和義さんなんですね。はい、そして今回関さんの番組を作ると知ると、二つ返事で取材に協力してくれました。こんにちは。お久しぶり。ご無沙汰です。いや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 。いや、ご活躍で。いえいえいえ。お久しぶりです。ね、いや。本当に。いや、変わってない。いや、もう年取りましたよ。いやいや。71ですもん。いやいや、ありがとうございます。二人が出会ったのは30年前。お互いビートルズが好きで、すぐに意気投合したという。斉藤さんのデビューアルバムにも関さんはギターで参加している。
なんせ関さんそのスライドギターのも名手だったんで、うん、弾いてもらえてすごい嬉しいと思って、うん、ありがとうございます。あのそれこそファーストアルバムの1曲目になってる、ええ、あの東京ブルースって覚えてますあれ。今朝も井の頭通りバイクブン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 、カンパチ越えたあたりですでに10分の遅刻、キュッとしまったウエストのお姉ちゃんが横切る、キュッと締まったウエストのね、フィンフィンっていうあれをね、あれ入ってますもんね、入ってますよね。すごいあのレコーディングはね、楽しくレコーディングしたの覚えてますね。慢性の欲求不満、神様ね仏様、結構池に取れてやる。東京出てきて、あの本当にあの初めて知り合ったプロの方っていうか、あの本当のやってるプロフェッショナルでやってるギタリストの、もう本当に最初の一人か二人の方なので、プロになるって大変なんだなと思っていろんな人を見てましたね。ちゃんとそれやり続けてるじゃないですか、それは素晴らしい。いやいや僕なんかもう、まあ、僕もやってますけど別にもう本当に細々とですけど、たまに最近うちのかみさんに言うんだけど、売れなくてごめんなってだけどうちのかみさん返しでは、好きなことをやってきたのもいいじゃん、これからも好きなこと やればいいって、なんかねそれはねすごい嬉しい言葉でしたね。関さんは妻と息子の3人で当別町に暮らしている。今日3回目、仕事場にしている和室にはすごい床の間いっぱいですね。はい、床の間ギターだらけですね。何本あるんですか。数えてないですけど何本ですよ。20本ぐらいかな分かんない。エレキ、アコースティック、膝の上で弾くラップスチールなど、さまざまなギターを使って曲を作る。この日はふるさと夕張をテーマにした曲に取り組んでいた。ダメだなこりゃ、失礼しました。1950年夕張の布団屋の次男として生まれた。時は戦後復興、炭鉱夫たちの活気と生命力が町を飲み込んでいた。人があふれ、毎晩お祭りのようなにぎわい。そんな中、関少年は運動が苦手で口下手のシャイボーイ。ところが中学生の時、人生を一変させる出会いがあった。不良の仲間がエレキギターの音すごいとかっていう話してて、それでエレキギターのなんか音聞いても衝撃受けてね、すごいこの音はなんだと思って、夕張でも2軒ぐらい楽器屋さん、電気屋さんですけどね、毎日ぐらい見に行ってましたもんね、欲しくてウィンドウにこうやって飾ってる、いいなと思って。高校に入学すると、日頃厳しかった祖母が財布を取り出し一言言った。好きなことやれ。それからですね、もうそれからもうギターの虫もずっと一日いっぱいギター弾く
よくあの女の子にモテたくて楽器やるって、僕なんかそんなこと考えたことなかったですもん。自分はジョージ・アイリスになれるもんだと思ってましたもん。18歳で大学進学を口実に夕張を離れ、すすきのでギター漬けの日々。24歳で結婚した。32歳、念願のメジャーデビュー。関さんがリードギターを務めるベーカーショップブギーは北海道で大人気となる。しかし関さんはバンドを脱退、ギタリストとしてさらなる高みを目指した。家族を残し40歳で単身上京、ゼロからのスタートを切った。日々の生活費や仕送りのため、市場で夜勤のアルバイトをしながら楽曲をレコード会社に売り込んだ。懐かしいな。やっぱり寂しくて泣けましたね。実際そういう時もありました。本当40になって出てくる、前代未聞のことを やりましたし、やっぱりそれだけの覚悟は当然してでこっちに出てきたんでね。声がかかればどこにでも行った。しかしソロギタリストとしてメジャーになることはなかった。当時大手レコード会社で新人発掘をしていた小山隆信さん。すごい上手な方だなってまず最初に思って、自分が好きなジャンルのプレイヤーだったので、関さんがね、だから何とかしたいなっていう思いはあったんですけど、社内的にぜひ、関さんと一緒にやりたいっていうプロデューサーなりディレクターがいなかったっていうことですね。もうそれは実力云々じゃなくてもう縁ですね。縁の問題だと思ってます。北海道に戻った関さん、ギターへの情熱が冷めることはなかった。音楽で売れて印税が入って、それはね、まあ、ある意味みんな夢だと思うんですけど、やっぱりずっと音楽好きなギター続けたいっていうのはあったからね。久しぶりに北海道の空気を吸い込むと自然と曲が湧き上がってきた。まっすぐに自分の音楽だけを追い求める関さん。10年前から老人介護施設で夜勤のアルバイトをしている。これもギターのトレーニングです。やっぱりなんかきちっとした音楽やりたいっていうか、気持ちがきちっとした音楽をやるためにはちょっと働いてないとダメだったね。僕はそう思うんだけどね。
やっぱり生活から音ってね、出来上がると思うから。心に届く音色は地道な日々の積み重ね。ギタリストは生き様だ。71歳の誕生日、関さんは十数年ぶりに夕張を訪れた。ここずっと石段だったんですよ。石段で登れるような崩れちゃってます、ね、これもなんかお店ですね。かつてのにぎわいをなくしていくふるさとに、これまでなんとなく足が向かなかった。けれど今なら受け止められる。寂しいけど、人間もね、年取るから町も年取るんだよね。当然やっぱり栄えて、若い時はね、栄えて人間と一緒じゃないですか。元気であったらやっぱりね、年取るとやっぱりどん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 廃れる。近その時、関さんが何かを見つけた。売ってるんですかね。電気ついてるからやってんじゃないですか。ギターありますもん。学生時代に通い詰めた楽器屋が場所を移して営業を続けていた。あ、すいません。僕も本当に三代さんでは楽器いっぱい買わせていただいて、レコードもなんかよく買わせていただいてね。入り口でしょ、関さんって。いや、あそこで、そうそうそう、うん、そうそう。振り返ってすごい良かったと思う。僕はすごいなんか自分の人生、一応なんかここまでは頑張ったんだなと思って、またこれからちょっとね、頑張れるエネルギーになるかなと、うん、オレンチっていう居酒屋昔からあります。あれは古いです。この日の夜、関さんはふるさとを一つの曲にした。あまりバラードのなんか悲しい曲もなんだかなと思ったんだよね。そういうよりもっと元気出すよみたいな感じの方がいいかなと思って。1月、東京を訪れていた関さんは親友の家に向かった。こんにちは。こんにちは。あ、どうぞどうぞ。中野徳夫さん、同じ時代に上京し夢を追いかけた仲間だ。あ、徳ちゃん、頑張ったな、ね、最後まで好きなギターに熱狂した三つ下の徳ちゃん。関さんのことは本当大好きだったからな。
で関さんは本当に自分の師匠なんだって言って、ね、言ってて、ね、僕も弟みたいなやつだったんで、ね、うん、古い仲間も集まってきた。遠いところありがとうございます。ギターを弾けば自然と心が弾む。その顔はどれもギター少年そのものだ。全身にちょっと染み渡りましたね。いや本当ね、綺麗な音色で、うん、ありがとうございます。すごくいろんなものがこう浄化されるようなね、うん、そんな感じですけど、本当に好きなことをこう大事にして生きていくってとっても素敵なことですね、うん、そうですね、僕もこう続けられて本当に幸せです、ギターが。なんか奥様の素敵な言葉も、ね、ありましたけどもね、はい、なんかそれをやっぱり続けられるっていうのはどういうことのところなんでしょうかね、好きなことっていうのは。いや僕はやっぱりギターが好きで音楽が好きだからね、もうそれを嫌いになりたくなかったっていうことですね、うん、いや途中で諦めてしまう人とかがね、多い中ずっと好きでいられるっていうのはすごい力だなと思うし、それがまた説得力が音に反映されてるのかなと感じましたね。素敵でした、はい、ありがとうございます。今日は関さんの曲でお別れしたいと思います。今回のゲスト関ひとしさんでした。素敵な演奏ありがとうございました。ありがとうございました。さあということで北海道道、それではまた金曜7時半にお会いしましょう。さようなら。北海道道、札幌の刑務支所で